認知予防チャンネルの吉安です。今日はですね、老化細胞、ゾンビ細胞とフィセチンについてのお話をしていきます。厚生労働省のまとめによりますと、2019年、日本人の平均寿命は女性で 87.45 歳、そして男性が 81.4 歳となりました。この平均寿命がですね、年々伸び続けていく中で、まあ、いつまでもね、健康で若々しくいたいという思いが、まあ、誰にでもあるかと思います。ですがね、皆さん、老化は誰にでも訪れるものとなっております。そしてこの老化なんですけども、まあ、一般的にですね、成熟期以降に起こる生理機能の衰退で、遺伝的な要因、そして外界からのストレスに対し適応力が低下することで起こる変化だと考えられております。私たちの体をですね、構成している細胞なんですけども、まあ、日々細胞分裂を繰り返しております。細胞に対する研究においてなんですけども、胎児から採取した細胞は、まあ、およそですね、50回もう分裂が、まあ、限界であるということが分かっております。この限界まで達した細胞はですね、増殖能力が元に戻れないように制御されておりまして、まあ、増殖を促す処理を施しても再度増殖が始まることはないと言われております。そしてこの細胞なんですけど、若い頃は機能の低下した細胞は取り除かれていきまして、まあ、新しい細胞が、まあ、補充されることで、まあ、組織としての機能を、まあ、しっかりとね、保っているわけなんですけども、そして老化を防ぐことができているわけです。まあ、つまりですね、活発な新陳代謝により古い細胞と、まあ、新しい細胞が、まあ、常に入れ替わっていくということが、まあ、若い時代の体になっております。まあ、しかしですね、年齢とともに、まあ、細胞が入れ替わるスピードが、まあ、遅くなってきまして、取り替えること自体ができなくなってきますと、まあ、組織の機能がどんどん低下していって、そして徐々に、まあ、変化ですね、まあ、老化という変化が進行していきます。その後ですね、細胞分裂の限界に達した、まあ、細胞なんですけども、その細胞だけで生きていくということになっていきます。これが、まあ、老化というものになってきます。そしてこの老化細胞はですね、自らが死ぬのを拒み、また修復不能になってしまうにとどまらず、周囲の細胞に対してもさまざまな、ね、悪影響というものを及ぼすことが知られております。まあ、主な影響はですね、体内における炎症性物質を分泌し続けます。そして、慢性的な炎症を引き起こしてしまうという結果が出てしまうわけです。それによりこの周辺の細胞に対して老化を促進してしまいまして、組織とか、まあ、臓器の機能の低下を引き起こしていきます。そしてこの機能低下はですね、老化に伴う病気の発症のですね、中心的な役割を果たすことになってきてしまいます。そしてこの蓄積された老化細胞はですね、他の周辺の細胞までゾンビ化させてしまいまして、気がつけば体中の細胞のほとんどが老化細胞ということになってしまいます。そしてこの慢性炎症なんですけども、まあ、これをね、がれにずっと続くことによって、まあ、どんどん脳内にもアミロイド β っていうものを蓄積していくわけなんですよね。そしてこのアルツハイマー、ね、の認知症の可能性というものがどんどん高まってくるわけです。ではこの老化細胞、ゾンビ細胞に対する対策、どうすればいいのかっていうところなんですけども、老化細胞になってしまう細胞は、復元して若返らせることは困難だと言われております。なので老化細胞を死滅させ、除去する方法が最も有効であると考えられております。実はこの方法、本来人間の体にね、備わった機能でありまして、比較的若い年代のうちは
発生した老化細胞を除去するだけの能力があるため影響はないんですけども、まあ、ある程度の年齢から除去機能というものが低下していきまして、発生した老化細胞の数が除去できる数を上回ってしまうため徐々に体内に蓄積されていきますよということになっていきます。現在ですね、老化細胞を死滅させる、そしてまあ減らしていく薬の開発が実はまあ進められているわけなんですけども、まあ、それをセノリティクスというものがそれにあたりします。まだ開発段階になりまして、まあ老化細胞が及ぼすさまざまな症状に効果があると期待されているわけです。このセノリティクスの候補として最も有力なものとして挙げられるのが天然の化合物であるフセチンというものになってきます。このフセチンは植物性のポリフェノールの一種になりまして、例えばイチゴ、そしてブドウ、そしてリンゴ、あと柿、あと玉ねぎ、そしてキュウリなどに多く含まれていると言われております。これらのフセチンをですね、摂取することによって体内に蓄積されてしまった老化細胞を除去する効果が期待されますよと言われております。しっかり前回言ってますしか野菜果物しか食べましょうというところになってきますので、これがいいからといってこればっかりね、いちごばっかりとか、ぶどうばっかり、りんごばっかりとかね、柿ばっかりとか玉ねぎばっかり食べるというわけではなくて、さまざまな野菜果物ね、他にもキノコ類とか海藻類とか牛乳乳製品、豆製品とかね、こういったものをしっかり食べていくということが重要になってきます。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。それではさようなら。